皆様こんにちは、数学ラブです。ラビ変換を数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解放の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価チャンネル登録をお願いします。問題です。 A、B、C が三角形の3辺の時、 A たす B たす C の3乗と 27×A たす B-C×B たす C-A×C たす A-B、 この大小関係はどうなりますか？答えはA たす B たす C の3乗がこちらの以上となります。問2です。等しいときどんな三角形になりますか？答えは正三角形です。それではなぜこの不等式が成り立つかを見ていきましょう。左辺引く右辺において A イコール X たす Y、 B イコール Y たす Z、 C イコール Z たす X と置き、ラビ変換すると、左辺引く右辺というのは A たす B たす C の3乗マイナス 27×A たす Bマイナス C かける B たす C マイナス A かける C たす A マイナス B ですから、ここに先ほどのこちらをね代入してあげると、計算してあげると最終的に8かける X たす Y たす Z の3乗マイナス 27XYZ となります。相加相乗平均の不等式3分の X たす Y たす Z が XYZ の3乗根以上、等号成立は X イコール Y イコール Z より、この両辺を3倍するとこちらの式になり、両辺を3乗するとこちらの式になりますので、つまり X たす Y たす Z の3乗マイナス 27XYZ というのが0以上となりましたから、左辺引く右辺が0以上が示されたということになります。また A イコール X たす Y、 B イコール Y たす Z、 C イコール Z たす X ということですから、 X イコール Y イコール Z の時、この時は A イコール B イコール C となりますので、つまり与えられたこちら A たす B たす C の3乗というのはこちらの右辺の式以上が示されて、等号成立というのは A イコール B イコール C の時であるということがわかります。この問題で用いたラビ変換を図でイメージすると、こちらのようになります。つまり、こちらを置いていますから、A イコール X たす Y、これというのはこの三角形の辺 A ですね、こちら。A というのは X たす Y。そして B というのは Y たす Z。B というのはこちらの辺の長さですね。こちらは y たす z で表されています。そして c イコール z たす x。c というのはこの三角形の辺の長さ、こちらですね。こちらというのは z たす x で表されていますよということで、
三角形の各辺の長さが変数の不等式証明問題というのは、ラビ変換でこちらのですね、置き換えを用いるとほとんどの場合でうまくいきますので、皆様ぜひ頭に入れていただくといいと思います。いかがでしたか？今回は三角形の3辺からなる不等式をラビ変換で考えてみました。皆様、解くことはできましたか？この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので、気軽にお寄せください。Twitter もやってます。そして、この動画がいいな、面白いなと思われた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。